に男子ダブルス C クラス予選 B グループ川崎さん、酒井さん、鍋島永田さん、山崎さん佐賀東高校の試合を第8コートで行います。男子ダブルス A クラス決勝トーナメント1回戦
山下さん、敷田さん、チームクラス、姉川さん、義経さん、まだ中学生の試合を第6コートで行います。決勝トーナメント1回戦、池田さん、泉さん、ルーフォー、橋本さん、兵道さん、神崎清明高校の試合を第2コートで行います。試合を第8コートで行います。